牛の餌の時間でございます。今私いるとこね、バスに乗車してね、もう帰ってきたんですよ。山陽バスのね、つつじが丘終点って。そんなことありません。そんなとこね、泊まるとこなんかありません。誰ものつつじが丘に、これはね、名トークのね、つつじが丘です。ユラクコーラーの何でもありますからね。急用です。ご覧の通りね、部屋本日から私一人占領です。本来ここ団体のルームなんですけどね、私一人だと一人は割高ですが、タイミングよく予約確保できましたのでね、旅行支援とかそういうのは全然もう適用なりませんけど、自分のね、要するに山の手でね、山の手で駅から駅でも徒歩でも迎える、バスでもね、到達可能、山の手であって、まあ、バス停から少し歩いてね、ただしここ、後ほど部屋のご説明いたしますけどね、まあそんな、割高ですよ、確かにこちらね、割高ですけどね、そんなにね、ゲストハウスです、うまくいきません、何もかもが。この部屋ね、テレビありません。テレビはね、共同、ここのドア一歩開けるとね、共同のドミトリーのね、要するに、コモンスペースです。皆さん楽しむところでね。私はドミトリー、男性や女性はどちらともダメなんでね。まあ、洋室はね、昨年お泊まりいたしまして、和室一度ね、泊まりたかったんですよ。ここ、8人泊まれるんです、この部屋ね。8人泊まれるところ、私一人での占領です。まあ、それね、お金払ってますからね、そんな。それは何もね、こちらも学生の方の学生寮だったところ、昨年も申したと思いますけどね、学生寮だったところを開放しているんでね、学生さんはビジネスされておりますところで、冷蔵庫も全てね、教授のところで名前書いて、冷蔵庫の中にね、入れておきます。教授です。お金払ってもね、何でもホテルじゃありませんから、こう名目はお泊まりホテルじゃありませんから、これ150円です。コーパーイチよりも安いです。コーパーイチはこの先ですが、一時はね、渡波台までバスで乗車するまではね、これ使えるのが必要はね、持っておきます。まあね、もう行く可能性としたらもう少ないですよね、 99%。 それはね、乗らざる人もいませんからね、バスに高速まであります、ね、それを私が決めることでね、まあ、第三者がとやかく、これゲストハウス東方、ね、東方なんですよ。スーパーの東方と関係ないですよ、全然ごちゃごちゃしたところのスーパーと。東方大学の学生さんが運営されているところです。
まあ残せばね、冷蔵庫も、まあ、こんな感じですね。今日お酒飲んでました。まあね、あのいろいろ、まあタオルとかは有料ですけどね、タオルはすべて有料価値だし、ね、何もも今回の中で一番高いですよ。高いですけど、この私広さがね、一度泊まりたかったとこで、それを制約はあっても、私のねスケジュールと予約のタイミング組み合わせでね、あの泊まりました。確かにね、2人でも3人でもこの部屋は十分ですよ。だからここにね他人が団体で入るとね、お互いにね、旅行行っててね、他人とカップルね、伴侶とならいいですよ。この辺は十分2人で静かにねできますから、団体でね、うん、お風呂もありますね。シャワールームは、シャワールームは働く必要ないですよ。シャワールームね、わざわざそんなに行く必要ないです。何のためにね、コストってわかりません。まあ、テレビがないことはもう承知の上で、まあ、こういう耐えられる方、いいと思って耐えられる方も耐えられる、いろいろね、いると思います。どうしてね、あのテレビないのかってなりますでしょうね。玄関廊下じゃなくて、あのコモンスペース、要するに共有スペース、洗濯もねお金出せば可能です。他の製31ホットモットなんか書いてんですよ。まあ食べてみてもいいんですけどね、まあ、味がどうか分かりません。お店の方ね、東か西かタレわからないとおっしゃってたんですけど、ね、多分東でしょう。多分東の味と思いますから。
日差しが好みじゃない方、ね、中にはいますからね。よく運動すればね、よく食いましたよ。今日も結構運動しましたよ。これもね、人にね、命令された場合、そんなことできるからいかにしてよ、この野郎、バカ野郎。なんです。当然じゃないですか。ゴミもね、セルフサービスしてくれた。自分で調味料を捨てにします。うん、これはこっそり中で、ね、食っていいんで。調理すべての外です。様子は確かにコンロあったはずなんです。になりますよ。なんで他の方とどうして洗濯なんかね、旅行って行うのか、調理どうして行うのか、どうしてゴミ捨て自分で捨てないといけないのかってなりますよ。お手洗いとね、お風呂の中にあって、冷蔵庫の外は別にそんな何も違和感ありません。ね、なんでもバタバタしなくていいためですね、ここにあるの。要するに山手暮らし、山手ライフね、体感できるでしょう。神戸なんかよく山手じゃないんでね。私、山の下まで嫌いなんでね。仕方なく私、選んだんです。いや、所詮ね、あの塩屋周辺なんか山手じゃありませんからね。あの近くにね、青葉台と宮前台がありますけどね、まあ、話いろいろ聞いてましたけど、あの山手じゃないようなんでね。見ていて、あのやはりね、こちら名徳のこれ、よもやしろ台です。コスクとヨモギ台です。教員のところなんか私も慣れてますね。札幌泊まった時も教員でしたからね。まあ教員だからですね、まあ静かにされてるんだことはいい。話しかけたりね、嫌いますよ、あなたでも。
瓶なんですが、無傷でございました。割れておりません。割れると思ったんですけどね。ひび一つ入っておりません。例えば使いませんかね。まあ、筆見ないと分かりませんけど。筆見ないと。はい、指一つ入ってませんね。そこに置けばいいんですけどね。あたす。これは筋じゃ、硬い筋ですよ。普通に食べませんね。まあ、お漬物なんて言えばよかったんですけど。
邪魔されずにね。買い物の気も気を遣うことはいりませんし、イオンに行ってもね、まあでも老害がね、うざいんでね、老害さえいなければね、いいんですけど、老害がいるんだよ。老害避けるの大変だったよ。タイム。そういうですな。あ、ダメよ。時間を置いてから食べます。下に食えますよ。セルフサービスですね。冷凍に入れますとすぐに冷えます。
クリームのスプーン。シーツも自分でセッティングを行ってね、枕カバーとシーツと布団ね、なんか8、5組あるんですね。団体でやるしか、なんか昨夜だったらこれぐらいのセンスありますよ。部屋つなげてありますよ。まあ何でもか大体テントつきますからね。ここ子供が何か泊まっていますね。少しやっぱり汚れてますね。まあそんなね、まあ、畳がね汚れたからといって気にする必要はありませんから。一度にあのやはり食えました。暑いんで冷蔵庫入れれませんよね。いました。今ねこのお土産のこれみたいんですけど、どんな感じでしょうか。どんな感じか分かりませんけどね。みかんでしょうか、これ。なんでしょうか。中綺麗です。中ね綺麗です。重たいんでね、もういかに食べないと、ね。
味はどうか分かりませんよ。酸っぱいければもう食べません。綺麗です。手洗えるとこもありますからね。なんかきれいですね。八作なんかよくわからないですこれ。なんかよくわからない。なんかきれいです。なんか全然傷んでおりません。ラニュートもありますしね。こんな感じね。悪くないじゃないですか。何みかんかわからないですけど、レプロじゃないのは確かなんで。夏みかん、まあまあですね。極端に酸っぱいこともないですよ、これ。これ食べますか。
な感じですね。食いました。45分かかってます。お風呂も何時入ってもいい。今日用事ないんでね、何時入ってもいい。随分とね、軽くなります。これももうね、何回か持ってると割れたらもう終わりなんでね。ガスです。いいことですよ、ガスと。ガスはいいことですよ。今日のところにも横スマホにもなんかペーパーありますとか、畳さえ直さなければ。
ました。